和骨です。22番で、じゃあ、126から128枠目。黒金さん、3個目さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、バーソーさん、いらっしゃい。和骨です。和骨です。でじゃ。6個目さん、鈴田さん、いらっしゃい。さあ、ハーレムのね、ハーレム編ですね、いよいよね。和骨、昼のエロゲは終わったのに、まだ続いてる夜のエロゲ。8個目さん、夜のエロゲはまだまだ。若者よ、起きるのじゃ。あ、戻されセーブなのね。和骨です。遺伝子を残しの話でしたっけ。そうですね。和骨です。しょうがない。10番国産でした。これ戻されるんだね、ちょっとね。和骨です。あ、そうです。はぐれ考古学者が赤と大門さんでした。伊賀さんがありようです。いた。ん、ここはどこ。何がここはど。あれ、まあ、ちょっと飛ばしましょうかね。まだ先週というか先々週ですね。あれ、それにここまでよく。なんとかいっ、あんまり、ゴールドムーン、こんな男などと。俺はガチャだ。だんだん意識が、どうやら俺はき、だんだん、どうやら俺はき、この人は、あれ知ってるね。いや、知ってるところからだ。妙見さん、14個目されちゃう。ばあさんも昔は美女だった説。金髪じゃないね、でもね。あ、金髪が白髪になるの。金髪って白髪になるの。そんな夢みたいな話が。今日でラストですかね。いや、まだまだラストにならないと思います。しか。この人はなると思いますよ。ね、白髪なりますよ。白髪なりますか。俺が夢の中で見た乙女の姿をチロチロ見るなど恥ずかしいことじゃぞ。あんた乙女じゃないだろう。乙女の姿、あなたにとってここにたどり着くことは大変な旅だったことです。その通りです。そうじゃの、杖と出会い、夢を見て、例の言葉を知ることとなる。もっとも、お前さんの場合は、人から聞いて知ったわけじゃが、ま、いろいろなパターンがあるわ。そして、その言葉の意味をある程度理解すると、今度は玉と出会えるようになるわ。そうだ。ですから、杖と玉を持ったと同時に夢を見ることはなくなる。そうか、杖と玉を持った時から夢を見なくなったり。なるほど。風里敏樹さんがあれです。玉を手に入れる資格が得られたのはいいが、問題はここからじゃな。そうですね。なぜならば、玉を持っている人間も同じように杖の存在を知り、杖を引きつけるはずでした。要するに、我々が与えた試練や謎に対してどれだけ解明するか。猫さん、おじさんが例です。これで杖が玉に引きつけられるか、玉が杖に引きつけられるかが決まるわけじゃ。なるほど。そしてあなたが玉を引きつけ、すべての試練に合格したのだ。一度杖も鉄人さん、ありがとうです。られてしまったがの。そうです。しかし、あのヒューナという男は杖と玉を手にした倉庫にしまってただけだ。倉庫というかね、隠し部屋にね。しようともしなかった。努力もせずに人の力を利用して杖と玉の関係を理解しようなどと考える男は、選ばれた男とは言えんでの。そうだね、ヒューガの DNA は残したくないね。これでなぜあなたがここにいるか、すべて分かってもらったはず。そして
最後の試練の時がやってきたというわけじゃな。最後の試練、まさか俺に？そうじゃ、これから町に出て最後の儀式をしてもらうぞえ。そうだ、やってやってやりまくってもらう。やってやってやりまくってもらいますあのな、するのは好きだけどいい加減にしろよ。言い方、なんと言った。黙って聞いてりゃ好き勝手なことばかり言って。俺が今まで苦労してきたのは全てこのくだらないことのためか。何を言っておる。今までの選ばれた男たちはこの話を聞くとみんな喜んでおったぞ。いいか、俺は考古学が好きだからここまで一生懸命やってきたんだ、うん、それがただあんたたちの子孫繁栄のために踊らされていただけなんて。何が試練、何が選ばれた男だ。死んだ斎藤様はどうなる。残った亜美さんの気持ちを考えたことがあるのか。これが怒らずにいられるか。大体なんで俺が宇宙人の相手をせにゃならんのだ。心配することはありません。あなた方の文明は我々の文明でもあるのです。住む形、生活は地上の人間たちのそれとほとんど変わりありません。その上、あなたのために言葉から文字に至るまで全て理解できるように準備したのですね。それでも断るつもりですか。そうじゃぞ。お前さんのために巨大スクリーンを使った人工の空も人工の雲も用意したのじゃ。心置きなく儀式に励めるようにの。それでも断るつもりかい。かい。あなたのために、あなたの興奮しそうな、興奮しそうないじゃん。地上と変わらない。外でってこと。外でもやるってことね。それでも断るつもりだ。男というのはデリケートな生き物じゃからの。お前さんが緊張しないように、すべてお前さんが生活している環境を作り出したのじゃが、それでも断るつもりかえ。そうです、あなたのために。うるさい。おお、たくさんだ。姿形が同じであろうと、人工の空や雲があろうと、そんなことはどうでもいい。この杖のおかげで死んだ人のためにも俺は断る。太平洋電機は専務が2人も死んだからね。連続で。地上に？そうじゃ。三体の彫像を見つけ出さなければお前さんは地上に帰れん。その彫像はどこにあるんだよ。これからお前さんに言ってもらう。一回らすって言われたらやらざるを得なくなりそう。笑う。女たちが持っておる。帰れないって言われたから今度はね。やることがずるいというか、なんというか。いいか、もう一度言うぞ。これが最後の試練じゃ。お前さんはこれから最後の試練の町へ出て儀式を行ってもらうぞ。そしてその中に三つの彫像を持っている。そうじゃ、その三つの彫像、なんか昼間も四つの彫像を集めるとかやね。あのイースもアドル君も言われてたし彫像は集めないといけないね。彫像があれば時間も次元も
思いのままじゃからの。そうか、骨董品屋でこのばあさんと会った時もその彫像を使って。そしてその三つの彫像とは、杖の中に入っていた私の絵に描いてある。あの神殿の部屋にもあった変なやつ。変なやつだって余計じゃ。もう一つ決まりがあるぞ。三つの彫像は和骨です。魔王でも蘇るのかな。何時3個目されて、魔王はこちらの彫像を蘇らせませんね。8回8発。安心するがよい。試練の町の住人は我が帝国の中でも厳しい審査に合格した女たちじゃ。十分に満足するぞい。いや、そういう意味じゃなくて。そして9回目は9回ここにおられるゴールドムーン様とじゃ。え？この人ともできるの？下品な言い方をするんじゃないわい。ただし絶対に9人目じゃぞ。それ以上でもそれ以下でもダメじゃ。どうして9回目じゃないといけないんだよ。9回目が一番賢い。あ、そうですよ、皆さん。和骨です。よしべさんでした。いいこと聞きましたね。9発目が一番賢い子供が生まれるらしいんでね。賢い子供を産もうと思ったら、それ以上は9発ね、9発出しましょう。頑張って。本当かよ。うつうつ言わんと早く試練の町に行くのじゃ。下品ですよ。ね、8発外で出して9発目は中で出すと。そういうことをやったら賢い子供が生まれますよ。気をつけた方がいいぞい。なんて100年に一度じゃからな。お前さんを見ただけで、はい、メモメモ。試練の町の女は飛びついてくるじゃろうって。2日ごとに1回でいいですかね。9発はちょっと厳しいな。参考までに教えておくが、ここまで来て最後の試練を通過できなかった男は今まで一人だけ、人いるんだね。でもね、もし通過できんかったらそれは人間失格。人間休発やらないといけない。さあ行ってくるがよいぞ。そんな勝手なことは、おい待ってくれよ。まだ心の準備が。座骨、最後の試練への到達者がそもそもどれくらいですかね。どれくらいいるかな。わらわら。何年に、100年に一度やってるらしいからね。行くよ、行けばいいんだろ。行きます。あ、行きます、行きます。いいかい。まあ20人近くいるってことがあるね。人間を満たさずにここへ戻ってきたら、お前は二度と地上には戻れんぞ。この地で死ぬまで儀式を続けてもらうことになるわ。さあ100年に一度の最後の儀式じゃ。町の住人を演じる。8回目までどっかで監視してんのかな。わら、どっかね、見てるんでしょうね。わしらのコピー技術を堪能するがよい。ニュースケ病院。ここが地下帝国だって。チチスケ病院。地上と全く同じじゃないか。チチスケ。確かに人工の空と人工の雲もある。天井がスクリーンになってなんて信じられないよ。信じられないよ。まるまるポカーン。すごい。おいおい、病院の看板まで日本語だよ。ひどすぎる。わらわら。宮本さんにしたい。確かに名前は変な感じだが、さてと、地上に戻るには俺はこの町で3体の彫像を探さないといけないのか。
出会う女の相手をしろと言われても本当にしちゃっていいのか。そういえばガチャと地上でどうしているのかな。どうして突然ガチャのことを思い出したの。あ、セーブないね。目の前に病院がある。じゃあ早速ニュースケ病院に入ってみよう。病院だって。これもわざわざ俺のために用意した建物なのか。電柱もあれば車まであるぞ。ガールドムーンたち。確かに海外製アプリとかの適当役っぽいな。わらわら。彼女たちの文明はもともと彼女たちの文明だったとしてもこれほど同じものを作り出すなんてよっぽど研究したのかな。よし、よし、病院の中に入ってみよう。おお、いきなりもう。いらっしゃい。いらっしゃいって、僕は病院でしょ。へえ、地上の病院はこんなことになっているの。随分原始的なのね。なんだよ、自分がいる場所がどういう場所かも知らないのかよ。終了。わらわら。いろいろと勉強することがたくさんあって、そんなことより早くサーキュー発しようぜ。え？それって何よ？またまたとぼけちゃって。せっかく試練の早いな。またまたまた。何もしないで帰るの？選ばれたってどういうことか？何を言ってんだ、リュウスケは。今説明受けてるのになったけど。歌手のオーディションみたいなものなのかな。一次審査があって、二次審査があって、大変な倍率なんだから。そんなことはどうでもいいわ。さあ。ちょっと待って。マイストなら3分で終わる。うん。これは69してんのかな。ビデオだってインタビューぐらいの導入あるんですかね。そんなことしちゃう。そんなことって。こんなこと。そうなんだ。これ。ねえ。オッケー。なんか。はい。地上と変わらないよな。チュチュチュ。もう夜しか寝れないね。わら。よし。醸造は一人目終了。あと8人。ラックスさんが本気を出し始めた。ってないの？そうでー、共同持ってるのは他の人よ。なんえ、今ので終わりだと？今ので終わり、もうは急発出さないといけないから。ねえ、もう一回。ダメダメダメ、一人一発。ダメ、全部で8回しかできないんだから。うん。早いね。あ、ちょっと待ちなさいよ、ケチ、バカ、マヌケ。まったく、変な言葉ばかり。良い子の PC エンジンだからね。良い子の PC エンジンだから。パソコンはじっくりネットでやったんだろうけどね。俺はまだ一人目が終わっただけだ。やっとあと7人か。よし、移動。前、後ろ、右。じゃあ前から行ってみようか。前。よし、病院の前の道をまっすぐに行ってみるか。ユースケマイストより早くね。マイストより早い。前と見ただけで終わっちゃうけどね。おっと、今度は府警さんだ。府警官か。え、あなたもしかして男？え、まあ、そうかもしれない。あ、男だわ。あれからやっと100年経ったのね。急に町を作り変えたからそろそろ来る頃だと思ってたけど、
あ、ここなんかあれだね、向こう側に行くために警官とやらないといけないから、なんかそういうとこあったような気がするんだよね確かね。それで前行って戻ってくるのにもう一回やらないと通過できないとか言って、同じ人と2回やっちゃってなんか回数オーバーしちゃってゲームオーバーとかなかったっけ確か。なんかそんな記憶あるぞ。なんかここちょっと後回しにした方がいいかもしれないな。確かなんかどっか当選部してる人があって、これじゃなかったっけ。あー、いや、ごく一部の人だけだよ。どっちにしろ変わった格好よね。どうしようもよ、右ある？ダメだ、通行止めだ。ちょっと一旦後ろ戻ろう。間違えた。ちょっと、このまま行っちゃう。後ろに戻りたい。何もしないで。せっかくこんな格好をしてまで、あなたのことを待っていたのに。ちょっと待って、一旦後ろ戻ります。ちょっと。ああ、もう戻れない。しょうがないな。パトカーの中。やったー、私としてくれるのね。ここに来てトラップがあるんですか。ここに来て確かトラップがあったような気がするんだけどね。思わなかったよ。ふん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 。あなたの世界ではこんなことをするの。おい、いきなり何をグズグズしているの。マジでない。ふん、パンツが自分で脱げます。ふん、ふん、ふん。俺の警棒に触るな。俺の警棒に触るなって。ふん、ふん。俺の警棒を差し込んでやる。ふん、ふん。手錠かけないでね。俺の警棒に手錠かけるな。ふん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 お、ちょうど早くもう一個。これは彫像じゃないか。すごい。ルビーでできているぞ。まさか私が持っているとは思わなかったでしょ。よし。よし、これで元気が出てきたぞ。よし。じゃあもう一回。いや、それとこれとは別だから。一人一発。じゃあまた来てね。きっと来ることになると思うわ。俺は今二人。あれ、ここは関係なかったかな。どうだったかな。なんかトラップがあったような気がしたんだけど、気のせいだったかな。よし、あと6回すればいいんだな。それまで体が持つかどうか心配になってきた。俺はまだ1体しか彫像を集めていないぞ。残りの2体を集めない。よし、よし、ちょっと後ろ戻ろう。すっきりした。だって100年に1回なんですもの。あ、もう行ってもいいわよ。よかったよかった。なんだよ、終わったらバイバイ。ここは地下帝国の病院前だ。後ろに宮殿があるんだ。後ろには宮殿がある。はい、じゃあ次は左に行こう。あった、この病院の前の道を左に曲がろう。暴力幼稚園。ここはおかしい幼稚園だぞ。幼稚園だって。
国にも幼稚園があるのか。痛い痛い痛い、すごく痛い。つねると痛い。ということはやはり現実みたいだな。幼稚園ってことは中にいるのは幼い女の子だよな。ねえ、せげせげ。そう。5歳ぐらいの女の子と。危ない危ない。できないできない。危ない世界だな。ゴールドムーンたちは俺がドリフトでも思った。あのさ幼稚園出たら他にもいるよね。入ろう。幼稚園の中に入るのか。俺はドリコンじゃないぞ。ほら先生がいた。登場人物は全員18歳以上です。やっぱ先生だな。先生だね。お兄ちゃまだったら後ろにいますよ。あ、振り向いた。やだ。いつからそこに。いや、とっくに気がついてるのかと思って。ハムキーバン。選ばれた男なのね。どうも選ばれた男です。帝国でも子供は同じだな。ねえ、私ってお母さんの役なのかしら。いや、幼稚園の保母さんなんじゃないの。保母さん？うん、聞いたことがないわね。お姉ちゃま、私はどうすればいいのですか。3人で一緒にしましょう。おいおい。冗談じゃないよ。お坊さんもののゲームもありましたね。お坊さんもののありましたか。やっぱりお姉さんはちょっと用があるから。何するのですか。怖い世界だな、ここは。さあ、行きましょう。お姉さま、後で何をしたか教えてちょうだいね。ふん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 。そんなに待ってるなら毎日男を選べばいい。そうだそうだ。どうだ。あなたも早く服を脱いで。もう裸で歩いたらいいんじゃないの。もうこの世界はね、一人しかいないから。お坊さんってのはだな、もっと優しくておとなしくて。おいおい、あーまた。食用コスプレのお店ですか。食用コスプレの世界ですね。なんだか特命係長ただの人みたいな。どうだ。ふん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 ほらほら、これ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 ほら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 レロ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 お姉ちゃま、何をしてるの。おいおい、こりゃ子供が見るものじゃない。わあ、遊び直してほしいな。さくらんぼで。さくらんぼちょうどは。ごめんなさい、私じゃないの。ああ、ちょうど。そっか。ねえ、また来てくれるわよね。怒涛のアドリブ、わらわら。いや、どっちなのよ。どっちなんですか。ああ、返事をしないで行っちゃうつもりね。ずるいですよ。まやったじゃんか、またき。やっと3回目だ。回数制限あるからね、わら。
アホ毛だけ、わらわら。俺はまだ1体しか彫像を集めていないぞ。残りの2体を集めない。よし。あと6回もあんのかい。あと6回もあるね。前に進む、後ろに戻る、左に進む。前に行くことはできないようだ。はい。左。左はビルの壁のようだ。左は行くって行き止まりで、あ、なんか違うね。テキストと音声が違ったね。よし、右に行こう。右に行ける。右に行くと、確か病院の前だったよ。あ、右病院の前だった。ここは地下鉄。いや、この右は行ってないね、右。わった。この病院の前の道を右に曲がろう。ここはスポーツクラブだって。スポーツクラブ。スポーツクラブまであるなんて、俺は夢見てるんじゃないか。なになに、5階には催し物会場があるみたいだぞ。そういえばガシャ君も一時エアロビクスをやってたっけ。ガシャ君も心配してるだろう。よし、中にやってみよう。スポーツクラブから。いや、一度ぐらい周りを見よう。周りを 見てなかった。俺が住んでる町にあるスポーツクラブみたいだな。2階がスポーツクラブで、5階が催し物会場。スポーツしていきますか。スポーツしていきましょう。何の催し物なの。何のスポーツしようかな。ドアには張り紙まである。これも地上の世界を再現するためか。何何、100年に一度の男大歓迎、手ぐすね引いて待ってます、スポーツクラブ従業員より。なんだか怖くなってきたな。やめしょ。よし、スポーツクラブに行ってみるか。2階だったよ。おお、あれ読んでくれないの。地上の人たちってどうしてこんなことをするのかしら。トラ穴に入らずんば、こけつにいらずんば。ラッタンタンタン、ラッツゴー。きっと張り紙が効いたのね。いや、そういうわけじゃないけど、肖像は持ってます。ラコ森さんが一番最初。そんなことを聞くのは反則よ。肖像を持っているかは、ね、どうせ終わった後に教えるって言うんだろ。あった、こうなったらやってやってやりまくってやる。やるぜ。ほら、3回はやらない。一発だけだ。いや、一回だけ。ふんふん、ケチ。よーし、よーし。サービスしてよ。サービスだって全部で8回しかできないんだぜ。8回しかって言ってるけど、よく考えた。とうとうスパ祭りの時間が来たんですね。そう、もう女王様入れて9回しないといけない。9回目が女王様ね。その前に8回やら、8発やらないといけない。8人と。よし。そんなこと言わないで先に、あ、握るな。4人目。あ、もう、おい、握るんじゃないよ。ちょっと待って。次回みんな積極的ね。わら。おい、全部脱がないで、全部脱がないで。全部脱がないでね。よし。あ、そのぐらい、おい、移動。ふっ、ふっ、ふぅ。なあ、しょうがないなあ。ほらほら、もっと単純。はい、加えて加えて。はい、のう、みんなロングエアだな。よし、なんのなんの。ほら、見てごらん、見てごらん。またまたとぼけちゃって。こうするの、こうするの。今までで一番頭の子。
歯が立つのがすごい若いな。ちょっとやりにくいな、ここは。ギシッギシッギシッ、ちょっと狭くて。ふん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 できない、できない。わけのわからんことを言う女の人だな。俺はもう行くよ。ああ、ちょっと待って、行かないで。やっと、やっと4回4回したんだよな。ハーレムのようだが、こんなところにずっといたら死んじゃうよ。俺はまだ1体しか彫像を集めていないぞ。残りの2体を集めない。よし、今度は前に進む。残念ながら前は行き止まりだ。はい。右は？いや、右の道は人が通れないほど細すぎる。うん、きっとこの町を作り変えるときに失敗したんだな。はい。後ろは？ダメだ、後ろに進むことはできない。あ、もう一個は催事場があったね。催事場、催事場、催し物会場。よし、5階の催し物会場に行こう。わお。本当だわ。みんな、100年に一度の男が来たわよ。おいおい、他にも誰かいるのか？みんなダメよ。私が最初に見つけたんだから。すごい。あなた、地上の人なんでしょ？ああ、そうだけど。ねえ、私の。何なのって、和服って言うんだ。和服？これって、重くて着るのも面倒だし、男の人って、こんなユニフォームが好きなんだ。ねえねえ、着物もいいね。ダメ、早い者勝ちよ。え、他にもいるの？おお、いいね。よし、さあ行くぞ。なって、もうそんな格好しちゃって。ねえ、私とはした方がいいの？どうして？それは終わってから教えてあげる。あったあった、そんなに引っ張るなって。おいおい、引っ張る引っ張る。おい、出て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 、痛い痛い痛い。本で勉強したのよりずっとすごいな。見るものじゃないってことも勉強したんだろ。そうよ、私だって知ってるもん。おう、こうしてて。おいおいおい、伸びないよ。おいおいおい、そうしたら俺はこうやって、こうして、こうして、おいおい、ほらほらほら。え、これなんて色気。おい、これでじゃこんなことするぞ。ほら、ほら、どうだ。でしょ。ん？
あ、ザルだ。ああ、これを集めないと地上に帰れないんだ。帰らなきゃいいのに。そんなことより、これってもしかしてダイヤモンド？そうよ、この帝国の宝だもの。ねえ、もう一度して。え？あ、いや、また今度ね。また今度ね。絶対？絶対のような気がする。待っているからね。絶対ではないんだ。ダブルからだ、わら。そう、からでわらと間違えたのか、わら、どうなんだろう。5回目。肖像はあと1体だけだ。よし、一体誰が持っているんだ。一体だけにね。よし、じゃあ今度戻って、よし、左に行こう。左に行くと確か病院の前だったような。ここは地下帝国の病院前だ。俺の後ろには宮殿がある。んーね、前か。よし、病院の前の道をまっすぐに行ってみるか。またよ、ここをまっすぐ行くと確かあの危ない婦人警官がいるところじゃ。あら、また来てくれたのね。ここに来ないで。いや、俺はただここを通っただけだ。いいのよ、遠慮しなくても。お、本当にここを通っただけだって。ここは左。左に道はない。結構狭い町だな。右。他の道を探した方がいいみたいだぞ。迷子。ちょっと、このまま。ああ、ダメだ。これで婦人警官やって。何もしない。ダメか、やっぱり婦人警官。一発やったじゃないか。ちょっと、せっかく。あ、もうできダメだ、ハマっちゃった。これちょっと、他のところに行こうかな。ちょっと、ギクギクク。そっとと、ちょっと、ギク。ちょっと、せっかく。あ、これもう来ただ、もうダメなのかな、もう。ああ、ダメだ。これは、終わった。やば。確か、この婦人警官からは彫像を一つもらったような。いいのよ。私は。いかんいかん。これゲームオーバーだ。ねえ、またこうすることになったでしょ。だって、道の真ん中にいるからさ。だって、婦人警官って道路にいるって教わったわよ。そうとは限らないけどな。ねえ、そんなことより。な、何を。いいの、一度これをしてみたかったの。ん、な、そんな。お、嬉しいけど。嬉しいけど。
前行けないのかな。うちならもう死んでる。もう死んでる。6回目が終わった。あと二人だよ。肖像はあと1体だけだ。一体誰が持っているんだ。誰が持ってるんだ。前行かせてもらいますよ。せめてそろそろシャワーを浴びたい、うん、なんて勝手な女だ。ここはどこだ。あ、これ戻らなくて、一体誰が戻らなくて、先に左側右横を行っていけば1回終わったのかな。失敗したね。テレビ局、テレビ局、あと1体で一体誰が。地上に戻ったらこのことをどう説明すればいいんだ。いくらなんでも俺一人のためにテレビ局を作ることはないだろうからな。うん、ここで番組が作られて地下帝国の人たちが見ている。地下帝国の人が今の模様を生中継で見ている。一体どんな番組やってるんだ。考えても思いつかないぞ。ねし。よし。テレビ局の中を覗いてやる。おお。キャーキャー、待っていたのよ。待ってたって何よ。もちろんあなたのことをよ。こんな衣装まで着て待っていたんだから。うん、もしかしてこのテレビ局も俺のために作ったとか。ねえねえ、テレビ局ってテレビとかいう箱に映し出すあの原始的な映像を作っているところでしょ。原始的な映像？悪かったね。原始的で、この世界には地上のテレビに似たものはないの。日本語で言うと立体画面とでも言うのかしら。ちゃんとあるわよ。もちろん立体画面の番組を作るところだってこんなに原始的じゃないけど。原始的、原始的か。気に触ったらごめんなさい。それよりアイドルって男の人、まあそうだね、アイドルとできる人間なんて限られてるからね。じゃあ興奮した。おいおい、君はでも本当のアイドルじゃ。おいおいおい、 M ナイス M。 まあ地上ではアイドルとなんて。そうだね、うん、ナイス M。 そうなの。お、もう始めてる。なんかほら、うん、ほらほらほら、変に興奮するな。うんうんうん、おいおいおい、うんうんうん、獣になっとる。獣に、獣になってる。獣になってる。子孫繁栄のための儀式なのね。ちょっと前はアイドルからよくメール来ましたよね。アイドルから、それはそれはあの迷惑メールです。ラックスさんが10だ、わら。あのさ、彫像は
本当に？ほら、ここにあるわ。リスト。よし。わお。よし。あ、もう地上ちょうどあった。よし。これのことでしょ？ああ、これを集めないと俺は地上に帰れないんだ。これはサファイアでできているのか。帰らないで、ずっとここにいればいいのに。こんなところにずっといたら、俺は死んでしまうよ。どうして？こう何回もやってたら、まあ、どこかに隠れて生活すれば別だけどさ。うん。そうか、そうなんだ。じゃあ、ここにいる間にもう一度くらい来てね。あ、じゃあこれで警官とやればいいわね、まだね。後ろの警官でね、ゴールドムーンだね。戻れるわ。まだ警官とやらなきゃあれだったんだろうけど。あと警官と1回でいいんじゃないの、後ろに戻れば。警官と一発やって、そのゴールドムーンで。なんか言い方ひどいな。彫像が、ね、彫像はもう集めてるから、ここでちょっともう一回やらせてもらおう。いやいや、俺はただここを通っただけだ。三発目。警官いいところに陣取ってるから。お、本当にここを通っただけだって。よし、さっさと他のところに行こうかな。ちょっと、こんな格好までさせて何もしないでいくつもりじゃないでしょうね。ぎく。よし。ちょっと、あれ、これ前に、待って、前に行ったら、前に行ったらテレビ局行っちゃうのかね。どうなんだこれ。素敵。確かこの婦人警官からはちょ、いいのよ。これどっちに行くんだこれ。テレビ局から後ろに戻ったよね。でもこれ今前に向いてるから前に行くの。どっち向くの、どっち行くのこれ。いよいよ終盤ですか。落石小さいなじゃね。もう終盤ですね。またこうすることになったでしょ。だって道の真ん中にいるからさ。だって婦人警官って道路にいるって教わ。そうとは限らない。ねえ、そんなことより。何を。いいの。もう一回するの。うん。というか、こんな警官いたら大騒動。ふん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 、高速マシン。ふん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 、高速マシン。ふん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 、早出しマイケル。ふんふん、早出しマイソ。そのふんふんふんをうどんこねてるように聞こえるという。うどんこねるのとセックスって似てるよね。なんか、だんだん、ぐるってきたような。また来てね。高速ピストン。高速ピストン。きっと来ることになるわよ。俺はもう8回済ましたぞ。さあ、ゴールドムーンのところに戻るんだ。もう何もできないような気がする。またやろ。俺は彫像を3体持ってた。出ましたか。出ましたね、たっぷり。よし、確認すると、これで回数も彫像も完璧。これで地上に帰れるはずだ。世界中の考古学者をあっと言わせることができるぞ。これどっち行くの？後ろに戻るのかな？
これ後ろに戻っていいのかね、どうなんだろうね、しょうがないや。バイバイかよ。よし。おかだ、ニュースケ病院に戻ってきた。ここは地下帝国の病院前だ。俺の後ろには宮殿がある。よし、じゃあ宮殿に行きましょう。そうだな。今でちょうど8回目だ。彫像もちゃんと3体揃えたし。よし、警官と散髪やったのがあれ。さすがに疲れたわ。これで地上に戻れるはずだ。最初はいいけど、こんなところにずっといたら死んじゃうよ。ちょっと勘違いしてるところもありますけど、徹底的に研究したからの。ところで、おお、ちゃんと条件を満たして戻ってきたようじゃの。彫像も3体あるようじゃわい。よし、さあこれで最後の試練にも合格したはずだ。早く地上に戻してくれ。毎日やり続けちゃったら疲れちゃうよ。たまには PC エンジンもしたいよ。こんな世界にずっといたら俺はただの機械だよ。どうだよ、ね、誰か大臣で批判されたよね。男はね、子供を作る機械で、ね、ピストン運動をしてればいいんだとね。見て炎上したような議員いたよね。あれ、シボバの気持ちがわかる ね男はピストン。そう、シボバの気持ちがわかるね。馬もね、やりたくないのにね、無理やりケツパンパンパンって叩かれてね、しょうがねえなみたいなね。馬にも好みがあるだろうしね、俺こいつやりたくないよみたいなね。さて、これで売るな。まさか、俺はただ。まあ、よい。それより、まだやることが残っておるじゃろ。そうですか。私の9回目の儀式をしなくてはならない。さあ、ゴールドムーン様。ね、いよいよゴールドムーン様と。寝室へ行くのじゃ。実体験ですか。はい、いよいよゴールドムーン様と。私はゴールドムーン様みたいな人とはね、会話やってみたいね。これからの儀式は今までのとは違う。え？この帝国の跡継ぎ、つまり私の後継者を作り出すのです。作る？まるで物を作るように言うな。さあ、一緒に。パッキン美女いいですな。パッキン美女と最後に。おーイエス。まさか夢の中で見た金髪の美女がこんな。さあ、優しくしますか。優しくしますか。うん、本当はもうちょっと激しい方がお好みじゃないのかな。優しい。うん、どうだ、こうかな、こうかな、レロレロ、どうだ、綺麗な体だな。うん、ないのかな。どうだ、うんうんうん、レロ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 、うん、大切なこの体。俺は地下帝国の女王様と。日本人の想像が大爆発
したゲームだ。変変変、そうだ戻るんだ。変佳境にかなれろれろ。変変、まだしてないの、まだ しながらやってる。思いっきりしちゃおうかな。そうだ。ゴールデンピストン。まだやるのか。ふん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 、猫が猫がお前何してんだにゃ、味顔してる。うるさいぞ、あれだん。わらわら。こたまちゃんが。うん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 。おお。なんか、頭お座りでお前、漏らすんじゃないの？猫が果てな。誰が？わら。こっちで。うん。うん。うん。はい。こたまちゃん、その反応は正しいぞ。こたまちゃん、やっておしまい。漏らすなよ、漏らすなよ。お前、なんか漏らすポーズやねえか、これ。大丈夫か？漏らしちゃダメよ。漏らしちゃダメよ。猫パンチだ。あっちで。あっちで。ちょっと。はい。あっちでごらん。行きなさい、あっち。あっち行きなさい。一回連れて行った方がいいのでは？わら。行きなさい。ふぅ。これで。おい。行きなさい。行きなさい。これで。よし。すべてが。地上に戻る。疲れ切ってるね、リュウスケが。私もこの帝国に対する責任が果たせたの。あれ？どうも。住民目のおばあちゃんが待ってますよ。いやいや。厳しいものがあったな。さあ、儀式はすべて。よし。うまくできたようじゃの。おかげさんで。どうも。出し切った。それはよかったぞ。このスケベ。何がスケベだよ。そんなことより、これで俺の役目は終わったはずだ。早く地上に戻してくれ。ゴールドモン様、どうしたらいいもんかの。残念ですが、それはできません。え？なんだって？え？ゴールドモン様はできないと言っておる。なぜ？なぜだ？約束が違うぞ。俺は約束をすべて守ったはずだ。私たちは今まで選ばれた
失われた力を授けてのもっとも力の強い人間が選ばれた男になるわけじゃが。あんたたちは俺に言ったはずだ。3体の彫像を集めて9回目にここに来れば地上に戻すと。我らは神ではない、聖者でもないわ。なんだって？嘘をつかなければならんことだってある。そうだ、最初からこのことを言ったらあなたは私たちの言うことを聞かなかったはず。そうか、はっ、今までの選ばれた男たちにもそうやって嘘をついて。何がヒトラーだ、何がノストラダムスだ。ったく、どこからそんな名前が出てきたんだ。いいね、今まではちゃんと約束を守り地上に返していたのだ。しかし地上へ戻った彼らは何をした。うん、ある者は人間を奴隷のように扱い、ある者は自分の身につけた力を利用して、あ、ひょっとして戦争を起こし、ひょっとしてプーチンも、ある者は伝えてはならんこと、プーチンもこの地下帝国に行ったんだね。書物に残してしまった。そうなんだ、プーチンも地下帝国、杖と玉見つけて地下帝国行って気圧やって帰ってきたんだ。で、戦争を起こしちゃったんだね。そしてあるのは、今の人間が所持してはいけないものを発見した。そうだったのか。そのおかげで人間の生活は地下帝国に繋がりましたね。繋がったね。そうじゃ、今ではそれを殺人兵器としても利用しようとしておるわ。なんということだ、わら。我々が予想しているよりずっと早く地上に戻って、いいね、地球自体が滅んでいくことでしょう。お前さんたちが滅ぶのは勝手じゃが、すぐに滅んでしまっては我々が困るのじゃ。準備をする時間も必要じゃからな。なんだよ、俺が地上に帰ると地球が滅ぶとでも言うのか。何もお前さんが滅ぼすとは言ってないわ。地上の人間のすべてがちゃんと滅亡の源を作っておるからの。滅亡への源？地球の自然は破壊され、生きるもののバランスを人間だけの都合で崩しておるじゃろ。大気は破壊され、本来大地の恵みであるはずの光の源からは有害なものが降り注ぐことでしょう。クロンガスがオゾン層を破壊していることを言っているのか。そうじゃ、確実に滅亡へ向かって進んでおる。もう戻ることはできん。人間は全てにおいて争うことが好きじゃからの。でもまだ早すぎます。おっ、これはスドグスなゲームだな。SDGs ですね。もうこれは96年で SDGs してたね。素晴らしい。まあ、ピーシェンジャーも93年からね、エコノザウルスでもう環境破壊を言ってましたからね、環境保全を。すいません、急に話が重くなってるんですが。真面目に話ですからね。残念じゃの、お前さんの記憶を消すためにはな、ある神経の中枢を刺激するのじゃが、その刺激によって我々の意志に関わらず失われた力が地球が持たん時が来てるんだよ。地球が持たん時が来てる。何が
には授けるだよ。つまり地球のためにハーレムを続ける。どういうことじゃないか。それに今までの話を聞いていると、もともと地球が滅亡に向かっている原因を作ったのはあんたたちじゃないかよ。そうだそうだ。そうじゃよ、開き直ったな。だから戻すことをやめたのじゃ。自分たちで原因を作っておいて滅亡するのはまだ早すぎるからやめるだと。でも考えるのじゃ。みんな失われた力を持っておる。しかしその力を悪用するなどと考える者はおらんぞ。要するに地上の人間たちはもともとセイヤが粗暴だということだ。さてと、ここまで言えばそろそろ決心がついてもいい頃じゃな。お前さんが何と言おうがどうすることもできないはずじゃ。そうです、諦めてここで一緒に暮らしましょう。冗談じゃない。こんなポルノ映画のような世界で一生過ごしてたまるか。俺には目的があるんだ。世界的な考古学者になり、他の考古学者をあっと言わせて。ほれ、お前さんだってそうじゃ。何がだよ。世界的な考古学者になりたい。人より偉くなりたい。割といいんじゃないか。人より有名になりたい。それがいけないのかよ。地上の人間なんてみんな同じじゃ。争うことが何よりも好きじゃからの。だからこそ戦争が起こるのじゃ。いいか、感情をなくすことが高度文明を維持する秘訣なのじゃ。あ、地下がいいってこと。まあね、人によってはね、ずっとハーレムだからみんなモテモテだからね。いやだ、親でも祖母でも俺は地上の世界が好きなんだ。どうしてじゃ。試練はお前さんが住んでいる世界と全く同じはずじゃ。同じじゃないよ、人があれだけしかいないじゃないか。全く同じだって。冗談じゃない。感情が全くない女どもが住んでいるような町は俺の住んでる世界とは全く違う。リスラ適当だったじゃねえか。そうだよ、感情があるから憎しみや争いを。高度な文明社会では感情など不必要なものだ。感情は憎しみだけじゃない。そうだ、優しさだって感情がないと言ってたな。しかしみんな、この町にいた女たちはみんな感じてたぜ。試練の町が男のパラダイスだとでも思っているんだろう。あんな町はただ単に生理的な欲求だけを満たすところだ。そうだ、あそこに住みたいと思う男なんて一人もいるはずがない。なんかいい話になってきたぞ、うん、どうして男は女の体を求め、女はその逆。愛すべきだったんだ。男は男の体を求める時もあるんだ。女が女の体を求める時もある。しめざねじゃ。人間は体だけを求めているわけだ。愛しているからそうなるんだ。ゴールドムーン様、こいつの言うことなど気にせぬよ。そうか、わかった。ラックスさんの本音が出た。感情がないから逆に滅んだ。いやいや、感情があれば男と女が愛しているからだ。なお9回歪み合うわけがないさ。誘拐をやることはやった。守りたいと思う。女は男に優しくしたいと思う。感情があればどうして滅ぶ必要があるんだ。そうか、男と男が、なんてことを言うのですか。あなたは我々の優れた文明を否定するつもりですか。ゴールドムーン様、たかが下等な種族の言っていることですじゃ。おいおい、ボリュームが。男がいたから滅んだわけじゃない。
愛や優しさを表現する方法を知らなかったから転んだ。なんてこと。そうなると女だけの社会を作り種族繁栄のためだけのこの儀式は無意味ってことになるな。だろ？滅んだ理由が男と一緒の社会のせいじゃなくてあなたたちの考え方に原因があったんだから。我々の民族はあなたたちよりもずっと高等なのです。感情のある男がいて感情のある女がいるから俺は生きていて楽しいんだ。そうだ、いろいろ刺激があっていろいろな出会いがある。それ悲しいことや辛いこともあるぞ。でもだからこそ変化があるんだ。何も変わらないことほどつまらないことになるぞ。下等な種族の考えることは理解できまい。もしかしたらあんたたちはその失われた力とかに頼りすぎ、まさに賢者タイム、賢者タイムだね。してしまったんじゃない。どちらにしろ愛で地球は救えんわい。24時間テレビみたいになってきた。いや救えん、救えんな。それでは愛で地球は救えない。救えるんだったらもうとっくに救えてるはずだ。もう24時間テレビ何回やってるんだ。救えます。未だに救えない。そうだ、救うのは金だ。無理。そうだ、日テレさん聞いてないよ。日テレさん聞いてく、聞いてなさい、聞きなさい。愛で地球は救えないんだ。ダメじゃ。だから救えます。不毛な会話じゃな。とにかくお前さんには選択の余地はないのじゃ。PC エンジンは世界を救うのだ。 PC エンジンは世界を救う。この彫像を使えば地上に戻ることができるはずだ。しかしどうやって使うのか俺にはさっぱりわからないぞ。こりゃ何をブツブツ言っておる。早く彫像をこちらに返さんか。俺はこの愛のかけらもないような世界で毎日生きていくのだ。さあ、早く彫像を返しなさい。俺は何か間違った行動をとったのか。俺の行動は完璧だったからこそここまで来ることができた。何をグズグズしておる。その手に持っておる彫像をこっちに渡すのじゃ。ということはこの世界に来てからの行動がまずかったのか。そうか、きっと試練の街だ。しかしもう一つこれができることといえば目をつぶって祈ることぐらいしかないんだ。あなたは亀をしごきますか。なんかいた。あ、お？本当の女神で、ガチャコじゃないか。宗教かな。誰だこれ。ガチャコにそっくりだ。救えます。あなたは愛を信じますか。あなたは愛を信じますか。いい父こんばんは。はい、今日このダンサーでしょ。もう一度チャンスを与えましょう。あれ
ロードになってる。あれ、なんかやっぱ違うんだ。前がゲームオーバーだったんだ。やっぱちょっと警官とやりすぎたのかね。警官の時まだ女の子いたのかね、あのテレビ局の他にね。人力なさそう。警官の若者よ、しょうがないの。最初にスポーツクラブと催事場をやって、園児保育園行って、その後警官とやってテレビ局行って、素直に戻ってきたらまずかったのか。バッドラックス、多分テレビ女の子のまだいたんだよね多分ね。それで最後戻るときにもう一回警官と、もう一人いたんだよ。1、2、3、4、5人。で、もう一人いて6人。もう一人よりかな、もう二人いるのかな、7人。で、最後にも警官と、どっちみち警官とは2回やらないといけないけど、警官と3回やっちゃったよね、確かね。警官と3回やっちゃったから、警官と2回、2回でいいんだね。バッドラックスだね。何がここはど、あれまだ、いた、ああそれにここまで飛ばしてたら一気に戻ってこれるかな。ゴールドムーン、こんな男などと言っても俺はガチャこと、間違いだ、聞こえない。あなたにとってそうじゃの、もっともお前、そしてそ多分他に女の子いたんじゃないかな。そうか、弾を手に入れるし、そうですね。まあ来週ですかね、これはね。もう時間的にもう7分だから飛ばしてやっても結構30分以上かかっちゃうね。はい、というわけで今日はここで終わりましょう。来週こそ、はい、地上に戻れるといいな。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版で、じゃあおそらく来週がなんかエンディングが来る。はい、どうでした、どうでした。はい、お疲れ様でした。進捗なし、まあ、ちょっとあったけど、また逆戻り。また9回、今日も1日お疲れ様でした。また9回やらないといけない。来週こそ地上へ、来週はちょっと飛ばしてね。来週こそ、オツでした。一応全部一回ゲームオーバーだった。はい、オツでした。おやすみなさい、オツでした。今週は地上に帰れませんでした。オツでした。おやすみなさい。